まあ、年末初めてお餅を焼こうと。そう、お餅。お餅。お餅をね。お餅を。そう、お餅をね、何種類か買ってきたんですよ。味比べしつつ。味比べしつつ、まあ、なんちゅうの、来年、去年の思い出とか。そう、今年の抱負とか語れたらいいなと。語れながらいいななんて思って、今日はちょっと、やらさせていただきました。佐藤の切り餅。まずは、まずどれからいくの？これ佐藤の切り餅。滑る滑る考えてねえ、そんなこと。いただきます。いただきます。新年明けましておめでとうでね、初日、まあ仕事始めに、まあこれは佐藤の切り餅。佐藤の切り餅うん、焦げ味、うん、焦げて美味しい。やばい、餅食ったの何年ぶりだろうって今思った。そう佐藤の切り餅普通やね。やっぱしジャムいるなマーガリンかなんかいらんって言ったの後でそう飲め大黒生餅つきたての生餅、うん、コシと風味ちょっとごめん。でもなんか懐かしいな、なんかストーブの上でさ焼いてるような気分なんですよ昭和なんだよな。そう。なんかストーブの上で焼いてるような気持ちってない？こういうの皆さんないですか？こういうのこっちも焼いちゃおう。もうこっちはね、トップバリュー、ネタイオングループの、イオングループのメーカー。まあイオンなら外れはないでしょ。それ誰が決めたんや食べていいよこれ。よし、いやアナトークしてるからはい、これが、僕が今から食べる白い、あのこっちが、あ違ったトップバリューやガバガバじゃないか。なんかん変わる変わる、全然違う味が、全く違う。佐藤の切り餅うめえ。そうね、米らしさというか餅らしさというかあれが強かったね、佐藤の切り餅今のところ一番、うん、こっちトロッとしてるディープライスのやつそう、ま、食べたら分かる、トロッとしてる。あ、餅って全部一緒じゃねえんだな、これ。違いますね、思った以上に、うん、いや、思ったより違う、これ、すげえ。あ、佐藤の切り餅ってうめえな初めて知りましたな、そんななんかお餅に種類があるってなあ。なんかスーパーでなんか雑に並べられてると結局どれも一緒なんやろっていう。だからあんまり意識しねえやん、うん、メーカーに。単純にあどこどこのメーカーのやつか、じゃあこのお餅買おうぐらいな、そういうなんか多分メーカー選びはしてるんだろうけど、そんな違いまでは気にしたことねえもんな。あ、佐藤の切り餅うめえ。あ、佐藤の切り餅ってうめえんだ。ライスのディープライス。ディープライスってあの何やったっけ、ラムーン。ラムーンっていう大型スーパー、業務スーパーの自社ブランド。え？餅じゃねえなこれ、うん、なんだこれ、なんかトロッとしてるでしょ内側がなんだこの味。ああでも結構原材料違うんだなやっぱり。そう。だって例えばトップバリューであれば、うん、水稲餅米国産国内産ってあるけど、うん、ここったこれ、うん、水稲餅米粉かっこ大産と言われる。おいおいおい。で、あと米粉、加工でんぷん、調味料かっこアミノ酸と酸味料ってあるから。もう餅じゃねえじゃんだから言っただろ俺、片栗粉かなんか入ってんじゃねえのっていろいろ入っておりました
だろう。しまった、横持ってくるの忘れたな。だから言っとりゃ、餅にはよ、いろいろ混ぜるものがあるんや、ね、バッタモンが。忘れとったらさ。食べる？魚沼さんやぞ。いらない？トップバリューっていうのかな、もう。はい、魚沼さん。わーい。初めて食べるぞ、魚沼さんの米。俺んち、魚沼さん最近食ってねえけど、ほぼ魚沼さんなんですけど。俺んとこもうちょっと高い魚沼さんのお餅なのにな。水分の多い餅だ。何もつけずに食べる餅、久々やな。今まで食べてきた餅の中で一番美味しいのは佐藤の切り餅でした、うん、あのなんか違うな感はあるけど 95% 佐藤の切り餅の方がうめえ。佐藤の切り餅一番やな。俺も初めて知った。